助けてくれ、家族が誘拐された。落ち着け、何があったか説明してくれ。数日以内に身代金を取りに来ると言ってた。払わなければ彼女は殺されてしまう。でもそんな金どうやって用意すれば。大丈夫、取り戻してきてやる。ミニッツメンに助けを求めたが、まさか来てくれるとは思わなかった。彼女を助けてやってくれ。何か幽霊みたいに動いた。ちょっとやめなよ。呪われたウェイストランドの真ん中で農業するなんて正気だったのかな。よ、助けてくれるわよね。心配するな、助けてやる。ありがとう。じゃあ行きましょうか。助けてくれてありがとう。お礼のしようもないよ。ミニッツメンのおかげということだけ覚えておいてくれ。分かってる。だからこそミニッツメンをサポートするんだ。困ったことがあればいつでも協力するよ。本当に困っているの。ミニッツメンだ。何をすればいい。たちの悪い奴がこの付近に住み着いてる。大きな問題に発展するまで時間の問題よ。最悪なことにそこは新しい居住地を作るのに絶好の場所なんだ。安全なら今すぐ移住すると言ってる人たちもいるのに。あの古いワークショップがまだ無事なことを確認してくれたら、次に移り住んでくる人たちがきっと再建してくれるわ。問題ない。あいつらを片付けてやる。よかった。本当に困っていたの。こんにちは。ちょっと。
っと自己紹介がしたくてな。ジャマイカプレインに宝探しに向かうって言ってたやつを覚えてる。あの負け犬を二度と見ることはなかったけどね。ナンパなんかしてない。ちっとも気が進まないけど。ここで。やった。自分じゃこれほどできなかったな。ついた。
価な戦利品がありますとか。やった。良さそう。素晴らしい。やった。どこにも行かないでよ。ジャマイカプレインのトレジャーへようこそ。少し話す時間はある？このタイムカプセルの中にあなたたち、つまり私たちの子孫が2077年に保管された品物や記念品を見つけることになるでしょう。200年後にはこの記念品は古臭く見えるかもしれません。しかしこの記念品を見ることで、歴史における私たち、そしてあなたたちの立場について今一度考えてくれることを願っています。あなたたちが今暮らしている世界は私たちが基盤を築いたものです。だからあなたたちにも未来の世代のために基盤を築いてもらいたいのです。未来が輝かしいものでありますよう。2077年の人間を代表してあなたたちの幸福を願います。ジャマイカプレイン代表、アリッサ・パーク市長でした。あそこは掃除してやった。当面は安全だから移住しても大丈夫だ。久しぶりにいいニュースを聞いたわ。みんなやるべきこと。将軍、何か？今度は何だ？グールの集団が居住地の近くに潜んでいる。住民を助けてやらないと。地図をマークしておく。可能な限りの支援が必要だ。ぜひとも助けてやってくれ。誘拐されたあの住民を救出した。味方になってくれる居住地がまた一つ増えたな。またミニツメンの勝利だ。この調子でいけばもうすぐ連邦全域が協力してくれるようになるだろう。救助を求める居住地があればまた知らせよ。ひとまず困ってる人がいたら手を差し伸べてほしい。それこそが俺たちの大義だ。